最近、私たちの多くは疲れを感じています。休日にはそれができます。しかし、この時点で私たちが疲れているのは、以前私たちを疲れさせていたこととは何の関係もないことです。私たちは今、全く異なる時代におり、これまで経験したことのないことを経験しています。そして精神的、感情的、肉体的な疲労は、おそらくすべて予想されることです。深い疲労感があり、やるべきことをするエネルギーが不足していると自己判断している場合は、少し考えてください。あなたが経験している疲労感には、様々な理由が考えられます。待つことの疲れ。まず、ここ数年、インテルのウサギの穴に潜り込んでいる私たちは、ただただ待っているだけで、多大な疲労を感じている。ついに何か重大なことが起こり、眠っている大衆が、ディープステートが逃げてきたことにさらされるのを待っているのだ。何千年もの間。そうです。マスメディアが提供する情報が信じられないほど不足しているにも、かかわらず、人々は明らかに目覚め始めています。そして、米国議会や世界の他のいくつかの政府において、ある事柄が明らかに暴露されつつある。しかし、これで本当に何かが変わったのでしょうか。状況を好転させるには、どれほど大規模な作戦が必要かを理解しても、現時点で待ち続ける疲労を和らげるには、あまり役立たない。肉体的な疲労。そして、もちろん、私たちが経験する倦怠感には非常に物理的な理由があります。それは私たちの体がアセンションに対処する過程にあるということです。私たちの体の細胞レベル及び原子レベルで多くの変化が起こっており、変化が起こった時に起こるであろう、記念碑的な変化に備えるために起こっています。そして、これは私たちの体の老化とともに起こります。このプロセスを助けるために、現在、大量の高周波光が地球に降り注いでいますが、これはもちろん素晴らしいことです。しかし同時に、これらの周波数は私たちの高密度の体が最初は吸収するのが非常に難しい場合があります。この新しい光を受け入れるために、私たちの体内のすべての低周波が押し出されています。そしてもちろん、このすでに困難なプロセスに加えて、私たちの体は食べ物だけでなく、水、空気、土壌に含まれるすべての毒素にも対処し続けています。さらに、Wi-Fi 信号の増加や、携帯電話基地局の急増により、私たちの体が受ける電磁波の量も増加しています。ですから、すべての活動をやめて、ただ座って休みたい、あるいは可能であれば昼寝したいという重い感覚を経験したとき、私たちは自分の体に対して思いやりを持ち、理解を示す必要があります。集合的なエネルギー。そして、私たちの疲労のこれらすべての理由とは別に、私たちは現在世界で猛威を振るっている戦争によって、精力的に攻撃されていることも覚えておく必要があります。私たちは、それらに対する私たち自身の個人的な反応だけでなく、世界中の集団の反応にも対処しています。私たちは、非常に多くの人が、経験している悲しみ、恐怖、憎しみ、怒りを感じ取らずにはいられません。しかし、もちろん、起こっているのは物理的な戦争だけではありません。ここ数年、さらに深刻な霊的戦争も起こっています。ディープステートは、私たちが選別しなければならない誤解を招く情報を、容赦なく私たちに浴びせ続けていると同時に、私たちのフィールドに、絶え間なく流れ込んでいる放送信号と同様に、私たちを麻痺させ、愚かにし、
疲れ果てさせるためにアセンションアンプリングアップ。しかしおそらく最も重要なことは、私たちは存在のあらゆる側面でアセンションのプロセスをさらに経験しているということを覚えておく必要があります。そして近い将来の 5D への大規模な移行に近づくにつれて、それは最近本当に加速しています。この過程で未解決のカルマがこれまでにないほど私たちの無意識から生じ、解決を求めています。私たちがまだしがみついていて、私たちの周波数を下げているもの、古いトラウマ、信念、判断、否定的な習慣などはこれからやってきます。意識を持ち、癒しと解放を求めています。そして私たちのほとんどにとって、それは個人的なカルマだけではなく、先祖からのカルマも同様に解決を待っています。一部の人にとっては、自分の人生全体が自分の周りで崩壊しているように感じます。他の人にとっては、それは現在起こっている関係における未解決の否定的なパターンにはまり込んでいると感じる感覚です。そして多くの人にとって、毎朝目が覚めると憂鬱や不安がますます蔓延しているようです。古い 3D の自分とのアイデンティティを手放すプロセスは進行中のプロセスのようであり、当然のことながら私たちの中に深い疲労が生じます。タイムラインの強度、さらに私たちが感じている倦怠感は最近タイムラインで起こっていることの結果であるとみなすこともできます。特に集合的なタイムラインは現在2つのグループにますます幅広く分割されています。一つは5次元に向かう運命にあり、もう一つは根性でその変化を起こさない人々のグループです。人々は愛する人の一部が自分たちがいる現実とは異なる現実にますます移行していることを感じています。これは非常に苦痛なことかもしれません。さらに高いタイムラインにジャンプすることがますます頻繁に発生しており、初期のあらゆる種類の混乱、不快感、プレッシャー、そして激しい反応が生じているため、現時点では全員の個人的なタイムラインも幾分不安定になっています。このストレスの多いタイムラインアクティビティについて詳しく説明するために役立つと思われる次の2つの YouTube ポッドキャストを作成しました。自分自身への愛、理解、思いやり。従ってこの時期に私たちの肉体、感情、精神、スピリチュアルな体がこれらすべてのエネルギーにさらされていることに十分に気づくことができれば、私たちは自分自身に対して大きな思いやりを感じることができるでしょう。そして自分たちがすべきことに追いついていない、あるいは感じるべきことを感じているという判断を手放してください。私たちが課せられているこのアセンションというものは非常に困難な任務です。私たちは今ホームストレッチ中です。しかし何が起こっていても、私たちは今ホームラインにいるということを忘れないようにしなければなりません。もちろん今日の世界では人類が本当に方向転換する前にまだ対処する必要がある膨大な量の出来事が起こっています。そしてこれから目の前にあるものを何らかの快適な方法で乗り越えるには、おそらく全力を尽くす必要があるでしょう。しかし私たちにはそれができます。実際私たちはこれまで他の時代、他の惑星、他の文明でこれを行ったことがあるでしょう。そしてそれは古い時代の崩壊を乗り越えるために必要なものはすべて私たちの中にあることを思い出すだけの問題です。新しい道への道を見つけてください。さらに同じ意向を進める途中で他の人を支援することもできます。可能な限り完全に休息し、睡眠をとる時間も確保できると助かります。